梨状筋症候群のあなた、これから紹介するマッサージやストレッチをもししていたら今すぐやめてください。この動画最後まで見ていただけますと、梨状筋症候群のあなたはより効率的、より安全にストレッチやマッサージをしていくことができますので、ぜひ最後までご覧ください。どうも、整体サロンリプラミゾルです。今回は梨状筋症候群のあなたが今すぐやめるべきマッサージとストレッチについてお伝えしていきます。では早速、どんなストレッチやマッサージを梨状筋症候群のあなたがやってはいけないのかという結論からお話しするんですけども、それは痛すぎるストレッチやマッサージです。でなぜ痛すぎるストレッチやマッサージっていうのが梨状筋症候群の方にとっては危険なのかっていう話をしていくんですけども、これは梨状筋症候群の方っていうのは筋肉の異常な硬さだったり、筋肉の異常な緊張っていうものが見られます。この筋肉の異常の硬さや異常な筋緊張っていうのはですね、単純に筋肉の硬さを作ったり、筋肉が伸び縮みしなかったりとか、あるいは血流が悪くなってしまうとかっていうだけではなくてですね、筋肉のもう一つ大事な機能っていうのが低下していってしまっているんですね。その大事な機能っていうのがセンサーとしての役割です。でこのセンサーっていうのもですね、いろいろあるんですけど、一つはその筋肉自体が伸びたり縮んだりしたっていうのを感知するセンサー、もう一つの大きな役割が痛みですね。痛みに対してのセンサーとしての役割があります。でこの2つのセンサーっていうのは非常に大事でして、筋肉が傷ついてしまわないように、異常に伸びた時は縮もうとしますし、痛みが強く出たりした時も筋肉っていうのはより縮もうとしたりします。これなぜかっていうと、今お伝えしたんですけど、筋肉が伸びきってしまって切れたりとか損傷しないために、実は脳みそで考える前に反射的にやっているようなことなんですね。なのでこの筋肉が伸びた、縮んだ、あるいは痛みっていうような感覚っていうのをしっかりと筋肉がセンサーとして働くことで、筋肉っていうのはしっかり働いてくれるんですけども、この梨状筋症候群においてはですね、この梨状筋だったりお尻周りの筋肉っていうのは、先ほどお話したように異常な硬さだったり筋緊張っていうのがあるので、このセンサーとしての機能が非常に下がっています。で言い方悪いんですけど、このセンサーがちょっとバカになってるんですね。なので強く押しても痛みが出なかったり、逆に軽く押しただけでも異常な痛みが出たりすることがあります。なので梨状筋症候群の方に関しては、その硬くなった筋肉を確かにほぐしていく必要はあるんですけど、強い痛みを伴うようなマッサージやストレッチっていうのをやってしまうと、より筋肉っていうのは縮もうとしてしまったり、緊張を高めたりしてしまうことで、より硬くなろうとしてしまうんですね。こうなると、せっかくストレッチやマッサージでほぐそうとしていることが逆効果になってしまうので、より症状というのは強くなってしまうので、繰り返しになりますが、痛みが強い、あるいは我慢してやるようなストレッチやマッサージっていうのは今すぐやめてください。それでは、じゃあ具体的にどんなストレッチとかマッサージっていうのが梨状筋症候群の方に関しては危険なのかっていうのをちょっとお伝えしていきます。ではですね、まずちょっと危険なストレッチからお伝えしていきます。で一つ目は、ここに画像を出しておくんですけど、よく見るストレッチだと思います。で確かにこのストレッチっていうのは梨状筋症候群の方にとってはよくやるストレッチなんですけども、このストレッチっていうのは非常にお尻の筋肉を強く伸ばしてしまうことがあるので、痛みを伴う方が非常に多いです。特に慢性化、あるいは重度化した梨状筋症候群の方に関しては、このストレッチさえできない方もいらっしゃいます。でもう一つですね、これも結構よくやるストレッチだと思うんですけど、これもかなり強度としては強いです。特に重度慢性化している方に関しては、いきなりこのストレッチをやってしまうと痛みが強く出るので、その痛みを我慢してやってしまうと、最初にお伝えしたように筋肉はより硬く緊張を高めて、より症状が強くなってしまいますので、こういったちょっとお尻の筋肉をより強度に伸ばしてしまうようなストレッチっていうのは、少しご自身で加減を考えてやったりですとか、より軽いストレッチっていうのをやっていただいた方が安全性も高いですし、効率的に筋肉を緩めていくことができるので、ぜひですね、強度を落としてみてください。で次に危険なマッサージですね。危険なマッサージっていうのは、これを使うマッサージです。テニスボールですね。
まあ、今回テニスボールあげたんですけど、テニスボール以外にも硬めのものを使ってやるお尻のマッサージっていうのは、重度な方や治療し始めの方は痛みをかなり強く伴うので絶対にやめてください。まあ、これもですね、先ほどお伝えしたように痛みが強く出やすいからっていう理由もあるんですけど、もう一つがその筋肉のセンサーが少し狂ってしまっているんで、逆に鈍い方もいらっしゃるんですね。なので柔らかいものでマッサージしても何か物足りないから、ちょっと硬いものを使ってみようって言ってしまうことがあるんですけど、それも筋肉をより硬くしてしまう結果になるので、この硬いものを使ったマッサージっていうのは絶対に避けてください。でこれに関しては実は梨状筋症候群だけではなくてですね、まあ、肩こりだったり腰痛だったりも同じことが言えます。こういった方よくいらっしゃると思うんですけど、まあ、マッサージで肩や腰を長年ずっとマッサージとかに通われている方っていうのは、どんどん強い刺激を求めてませんか？これも一種の筋肉のセンサーが狂ってしまった状態と言えます。どんどん筋肉が硬くなったり、異常な筋緊張を起こしてしまうことでセンサーとしての役割が低下してしまうので、より強い刺激じゃないと感じなくなってきてしまうんですね。なのでこれが同じことも梨状筋症候群の方が起こってしまっている方が結構多いので、この硬いものを使うっていう場合は、梨状筋症候群の治療がある程度進んだ場合ですとか、お尻の筋肉がある程度緩んだ状態から使うことをお勧めします。じゃあここでですね、じゃあこれがダメならどんなストレッチとかマッサージとかをセルフケアでやればいいのかっていう疑問が出てくると思います。はい、それに関しては以前の動画でもご紹介してるんですけど、レベルを分けてやりましょうということを私はお伝えしていきます。ストレッチもですね、いきなりお尻をがっつり伸ばすようなストレッチではなくて、少しずつご自分の加減でできるようなストレッチをまずはしていって、徐々に強度を上げていくということですね。でマッサージに関しても、いきなり硬いテニスボールとかゴルフボールとか使うんではなくて、まずは100均に売ってるようなゴムボールだったり、ハンドタオルをですね、結んでもらって団子を作って、それでまずは始めてみるっていうのを私はいつもお勧めしています。最初の頃は少し物足りない感じもすると思うんですけど、徐々にそれで痛みがなくなってきて感覚が戻ってくれば、徐々に硬いものにしていただいてもその時はもう大丈夫なので、まずは柔らかいものから始めていただくことをお勧めします。梨状筋症候群だけに言えることではないんですけど、さまざまな病気や症状っていうのはその方によってかなり重症度が違います。重症度が軽い方がやるべきもの、中等度の方、重症度の方がやるべきものっていうのは絶対にこうレベル分けてやるべきなんですね。なのに一緒くたにして梨状筋症候群のストレッチマッサージなんてやってしまうと、実は逆効果になってしまうことがあるので、ぜひこれを機会にですね、ご自身には何が合ってるのかっていうのをしっかり見極めてみてください。はい、ではですね、今回は梨状筋症候群のあなたが今すぐやめるべきストレッチマッサージっていうお話をさせていただきました。まあ、もう簡単にまとめてしまうと、痛みを我慢してまでやるようなストレッチとかマッサージはもう今すぐやめましょうっていう話でしたね。まずは強度の低い、レベルの低いものから始めて、少し物足りないぐらいのものから始めて、徐々に強度を上げていくっていう癖を今日から今すぐつけていただきたいと思います。これは他の症状にも言えますので、これを機会にしっかりとご自身の体と向き合ってみてはいかがでしょうか。この動画がためになったあなたは、今後の動画作成の励みになりますので、ぜひ高評価、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またご質問等ございましたら、コメント欄でも結構ですし、概要欄の方にございます LINE を登録していただき、メッセージを直接いただいても結構です。